問い対策スクール SLC をお送りする英文校本日の問題はこちら10秒間でお願いいたしますさあ正解はまあ A が C ですよねじゃあ B とか D とかはなぜダメなのか まあ、おそらく一番最初に目に飛び込んできたのは空襲の右側 DREAM ですよねですから空襲の右側に名詞があるということは他動詞を空欄の中に入れるべきそうなってくると選択肢の B 自動詞がまず最初に消せそうで残った選択肢の ACD は他動詞で夢を見たみたいな感じの訳し方になるんでしょうが選択肢の D、まあ、おそらくこれを選んだ方は少ないのではないでしょうか Watch まあ、例えば目的語と言われたらテレビですが今回は夢ですから、まあ、ちょっと違うんじゃなかろうか、まあ、夢を見たですから選択肢の C かな、うん、なんか良さげでも選択肢の A だってなんかあの有名な表現がありますよねキング牧師のあの言葉 I have a dream ああんか Dream にハブ使ってるなそうです正解は A えーでも先生、選択肢の C も良さげな感じがするんですが、という方。C は一般的に自分の目で見えている様子ですからね。現実見えている様子が C。ですから今回の夢とはちょっと相性が悪いと。ですからコロケーションという観点からすると、夢を見るはハバードリーム。そんな感じでよろしいかと思います。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。 スクリーンショットする方はどうぞ。であとは画面の右側ですね皆さんの指などで隠していただいて。で、丸一番に入る動く。それをスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。